12月1日火曜日朝6時50分のホームポイントはオフショアが背後から吹いてますね。海にはミドル付近でややインサイド気味ですが、瞬間膝程度ぐらいの波が、あ、今これがこの時点で最大のセットかな。あー、ちょっと厳しいですね。ホームポイントの右もオフショア、かすかなオフショアが背後から吹いてます。海にはうねりは入りますが、伸びて伸びてインサイドブレイクですね。まあ、こちら待てば入るのかもしれませんが、乗れる感じではないですね。気温は8度ぐらいですね。風は緩めのオフショア。海には左側はミドル付近から瞬間テイクオフできるかなっていうぐらいのうねりは入ってますね。ここがこれならっていうぐらいしっかりとしたうねりは入ってます。